どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ロザリンの編成難易度低めバージョンを紹介していこうと思います。今日はね、気候城じゃなくて裏マロをやっていこうと思います。この前の動画でね、気候城よりも裏マロの編成見たいですって人が結構いたんで、今回は裏マロ編成紹介していこうと思います。裏マロということでね、まあ、編成難易度マジで低いです。ロザリンさえ持ってれば組めると思うんでね、ぜひ参考にしてあげてください。じゃあ実際に紹介していきます。じゃあ編成紹介していきます。ロザリンに遅延6で雨小泉継承、セイレスに超覚醒スキブプラスで毒目覚めと遅延、そして色欲の鍵つけてます。徳川が超覚醒7強で上限解放つけてリーランつけてます。そしてホルスですね、指延長プラスに遅延6個にドラゴンキラーつけて、こちらディノバルト装備継承です。そしてギルガメッシュですね、お嬢目覚め体制に遅延振って、ハイビスカスの、ハーバリウムかなつけてあげてます。でロザリンが遅延6にレイラン継承って感じになってます。もうサブとかもうありえないぐらい代用があるんでね、もしねサブ代用知りたい人は僕のね前あげたロザリンのサブ解説動画見てもらえればなと思っております。忘れてなければ概要欄に貼っておきます。ということで今回はこちらの編成を使って裏マロやっていこうと思います。いきましょう。はい、じゃあまずは1階層からやっていこうと思います。いきましょう。とりあえずですね、ロザリン打ってあげて木をターゲットしてコンボしていきます。はい、とりあえずロザリン変身しましょう。はい、ハイビスカス変身してあげて、でまず木でコンボしていきます。はい、木をこんな感じでコンボしてあげて一発ぶん殴っていきましょう。これで1ターン稼ぎます。で次のターンにディノバルド装備打ってあげて1コンボしていきましょう。はい、まずこれで木殴ってあげてしっかり耐久で、まあ、ここでディノ装備打ってあげて、でこれでこんな感じで1コンボしていきます。でスキルダメですね。とにかくロザリンのスキルを貯めていきます。逆に火力オーバーしちゃうんで、こんな感じでコンボしてスキルダメして、でここから全力回復しながら殴っていきます。全体攻撃はいらないようにしながら、こんな感じで木をぶん殴っていきましょう。まあ、緑の攻撃までには倒したいんですけど、これ倒しちゃうかな。あ、倒しちゃいましたね。まあいいや。で、次、水ターゲットで耐久していきます。とにかく、ひたすら1階層でスキルダメをしてあげて、ロザリンの変身のね、サポートをしていくという感じになってます。はい、これでスキルダメしていきましょう。で、思ったよりスキル貯めれんかったけど、これでぶっ倒していきます。まあ、ロザリンは落ち込んじゃうことね、倒しちゃうことよくあるからね、しゃあないですね。はい、で、続きまして、2階層ですね。ここでまだ撃ってない色欲の鍵を撃っていきます。はい、セレスに継承してる色欲の鍵を撃ってロザリン変身していきましょう。でギルガメッシュとレイラン武器でぶん殴っていけばいいと思います。はい、とりあえずこちらセレス武器撃ちます。でギルガメ撃ちましょうか。はい、ギルガメ撃ちます。でこれで一回ぶん殴っていきます。セレス武器っていうか、それごめん、あとセレスに継承してる武器ね、撃ってあげて、とりあえずこれでぶん殴っていきましょう。あ、ロザリン変身してんの、何してんの俺ロザリン変身してからぶん殴ってください。ただまあこんだけコンボしてれば多分倒せると思いますが、まあ、ロザリンの変身をね忘れずにまずはしてください。ちょっとやばいねこのミスは。ただあまりにも盤面いいんで、このままぶっ倒していきましょう。いきます。これで火の向こう側組んであげて、めっちゃ盤面いいな、やばいなこれ。はい、こんな感じで火の3セット組んであげて、これでぶっ倒していきます。まあ、もはや無効感いらんけどね。まあ、一応無効感組んであげて、これで突破していきましょう。手段のコンボをぶっ倒していきます。余裕ですね。はい、強い。で続きまして3階層ですね。もうここら辺からは普通のパーティーと対して変わりありませんが、一応ここでね打ち合わせれてるレイラン武器だけ打っておきましょう。あとは普通にぶん殴っていけば OK です。はい、特に負ける要素もないんで、とりあえずロザリンの力を使いながらね、ひたすらぶん殴ってあげてください。こんな感じで猫缶とか打ってあげてね、これで削っていけば OK ですね。はい、こんな感じでぶん殴っていきます。まあ、火力も相当高いんでね。はい、こんな感じで全部乾燥しながらぶん殴っていきましょう。はい、しっかりと3階層をぶっ倒していきます。で続きまして4階層ですね。4階層セレス打ってあげれば OK です。あと2ターンなんでね、どっちみちスキルダメしてぶっ倒していきましょう。一応バインド回復とかね、列回復もあるんで、ターンに関しては結構余裕で返せると思います。はい、こんな感じでバインド回復とか入れながらしっかりと耐久してあげてください。でもバインド回復でご了承もいいしね、まあ、そもそもセレスあるんで全然セレスでいいと思います。はい、これであと2ターン耐久してあげてセレス打ちましょう。セレス打ってあげて、でロザリン打ちます。
やったらぶん殴っていきましょう。いきましょう。まあ、3ターンあるんでね、結構余裕もあるんでね。しっかりぶん殴っていきます。よいしょ。はい、こんな感じで回復だけちゃんと入れてあげてね、回復だけちゃんとしながらぶん殴っていけば OK ですね。さあ、これで突破していきます。あ、半分まで削っていきます。全然耐えれると思うんだよな。はい、5万4000なんでね、しっかりと耐久してあげて、でもう一発ぶん殴っていきましょう。正面ロザリンはね、マジ耐久力も化け物なんで、サブの編成難易度が低かろうがね、どっちみちロザリン自体は強いんで何の問題もなく立ち回れます。はい、これでしっかりとコンボしてあげてぶっ倒していきます。91% 軽減のおかげで、ここでね、軽減スキルとか貼らなくても5階層の先生に関してもね、余裕で耐久することができます。あ、まあ、はい、リダチェンしないから、まああれか、関係ないか。はい、でここでリダチェン食らうんですけど、ディノバルト武器が打てるので、ここで3ターンチェーン入れていきます。で3ターン1コンボしてから突破していきましょう。はい、じゃあぶっ倒していきます。ロザリン打ってあげて、まあこれでいいかな。はい、しっかりと火分割していきます。無効管組む必要ないんでね、こんな感じで火の全体攻撃と3セット組んであげて、これで突破していきます。15コンボ16コンボはい、しっかりぶっ倒していく。で続きまして、6階層ですね。6階層はホルス打ってあげれば OK です。で、花火作られた場合ね、回復花火作られた場合はギルカメッシュ打ってあげれば OK です。はい、じゃあここに関してはホルス打ってぶん殴っていきましょう。ロザリン打ってからホルス打ってあげて、しっかりとぶん殴っていきます。指延長あるんでね、回復力に関しては別にね、2ターンぐらい低くなっても何の問題もないんで、こんな感じでしっかりと全体攻撃入れながら削っていけば OK です。で7階層に関してはセレス打ってあげてね、覚醒無効と決戦ドロップ回復してからしっかりとぶん殴っていけば OK です。で、まあセレスと徳川打てばこんな感じでね、万が一やばい場合でも耐久できますし、そもそも今回くらいの HP あっても余裕で耐久できるんですね。強えな本当にこの編成。ちょセレス溜まってなくて回復欠損して危ないかと思ったんですけど、ロザリンなんでどうにでもなりますね。やっぱ 91% 軽減が強すぎる。でここに関してはしっかりと回復入れながらぶん殴っていきます。さあ、これで15コンボ16コンボしっかりとぶっ倒していきましょう。でここからボスラッシュ、まずは8階層からですね。8階層はホルス打っていきます。はい、ここはしっかりとホルス打ってあげて、ロザリン打ってぶん殴っていきます。まあ、指延長別にいらないんで打たなくてもいいんですけど、まあまあ逆に打っておいても損はないんでどっちでもいいですね。でここはね、こんな感じで火の全力コンボ入れていきます。とにかく火のコンボ、これ7セット組めるやんけ7セット組めるやん。さすがにやばくないか、7セットは。さすがに強いぞこれ7セットは。いや8セットはやばいって。いや9セットはえぐいって。え、そうだよね、もちろん。やばくない？火の9セットってえぐいな。やば、こんなことあるんだな。で続きまして9階層ですね。ガネーシャはギルガメッシュ打てば OK です。でこの編成の一番ね、めんどくさいところはね、孫権だったんですけど、ここを徳川が補ってくれてます。もしくはね、代用する場合は他のアタッカーをね、入れる必要があってね、そいつが火力出せる必要があるんですが、徳川は体力キラーをめっちゃ持ってるキャラで、でこの孫権が体力キラーキャラなんですよね。ウラマロの編成難易度低めですとか言ってる編成でね、孫権対応できない編成は結構あるんですけど、この編成はね、徳川が入ってくれてるおかげで、この体力キラー3つがぶっ刺さってしっかりと削ってくれますと。はい、こんな感じでこれでちゃんと3体内には半分まで持っていくことができます。これがマジで徳川の強いところ、まあ、徳川自体はね、回復力エンハンスもあって、ビビ延長もできて、ほんとキャラとしては悪くないんだけど、覚醒がゴミだからあんま使われてないんだけど、ブラマードの場合はこの体力キラーがね、めっちゃ優秀になるんで、一気に使えるキャラになります。はい、ここもしっかりともう一発ぶん殴ってあげて、尊敬半分まで持っていきましょう。これで半分まで持っていって、でここでロザリン打ちます。しっかり全力コンボしていきましょう。弱点属性であんだけ削れてる時点で、もう弱点じゃなかった瞬間に一気に火力は入ります。じゃあこんな感じで火分割してあげて、しっかり最大火力でぶっ倒していきましょう。さあ、これで何コンボだろう。とんでもないコンボでぶっ倒していきます。18コンボ。姫ザメがあと2ターンで終わってしまうのが残念だけど、これでちゃんと倒していきます。はい、 OK。 で続きまして10階層ですね。大国に関してはレイラン武器撃ってあげてください。徳川継承のね、ちょ今回溜まってなかったけど、まあ、リビだからいいや。本来はレイラン武器撃ってあげてください。で
劉備ですね、次フロアで遅延もらって徳川を打ってあげてください。まあ、今回ちょっと溜まってなかったんで、まあ、次にね徳川を打っちゃいます。はい、でこのままぶん殴っていきましょう。正味ね、今のも5ターンなんでね、もう正味スキルに関してはすぐ貯めれます。はい、でここはしっかりとコンボしてあげてぶん殴っていきます。劉備とかね、あの火属性で殴ってあげた分にはもう絶対倒せるんで、これで中級コンボ組んで突破していきましょう。で続きまして11階層ですね。11階層に関してはもう普通に通パンするだけ。はい、まあ遅延もね別に問題ないです。ちゃんとぶん殴ってください。はい、 OK、 ぶっ倒していきます。で続きまして12階層ですね。どっちが来るか。お、シェリアスですね。これは飛球臭の場合のみギルガメッシュでは安心ですね。おお、すげえ来た本当に。ここをギルガメッシュ打ってあげて、彼のロザリン打ってあげれば対応できます。はい、しっかりと属性吸収無効ターン中にぶん殴っていきます。いや、まさか来ると思わんかった。すごい来るんだな本当に。ちゃんとロザリンの火力でぶん殴っていきましょう。しっかりと無効感を含みながら17コンボ組んであげて、これでぶっ倒していきます。18コンボしっかりとぶっ倒していきます。はい、これで突破していく。飛球者に関しても問題なく対応できてるので、まあもうね負けることはないですと。で続きまして芝ドラゴンですね。まあ、これに関してもロザリン打ってあげてぶん殴っていきます。はい、まずロザリン打ってあげて火の 4C 組んでいきましょう。しっかりと火力出していきます。OK、 こんな感じかな。火の 4C 含みながら全力コンボしてあげて17コンボ18コンボ。さあさあさあ、多分削り切れるんじゃないですか。これでワンパンできるはず。 OK、 ぶっ倒していきます。芝だらに関してもワンパンっすよ。強くね、マジで。でボスですね、発狂に関しては徳川打ってください。あと1ターンなんでまっすぐ打てますね。徳川打ってもらって発狂後はセレス打ってあげれば OK です。まあ、とりあえず L 字組みながら削ってあげて無効ガンで倒していきましょうか。はい、一旦じゃあロザリン打って耐久します。長いんだよねこいつ攻撃が。はい、ロザリン打ってあげて、で L 字含みながらちょい削りします。ギルガメッシュとロザリンが全完走した場合は火力21億は入るはずなんで、まあ、相当火力は出ると思うんだよな。あ、徳川に関しても向こうは絶対入らんから、多分いい感じに削れると思います。多分なのでそんな心配いらんと思う。 OK、 じゃあ盤面整理もしたんでこれでぶっ倒していきましょうか。はい、ロザリン打ちます。と、あ、まあ全然 OK、 火だったら全然大丈夫。ロザリン打ってあげてからの徳川打ちます。でこれでぶん殴っていきます。いきましょう。ちゃんと回復入れながら無効感含んであげて、かつ火の4セットぐらいですね。これ強いな。火の4セット組みますと。さあ、これで火の4セット含みながらの無効貫通なんで相当火力も出るし、しっかり徳川の軽減も張ってるんでね、発狂も耐えれるはず。じゃあこれで19コンボさあしっかりと半分まで持っていきます。はい、 OK。 さあ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 、ジルレガードの発狂ですね。これに関しても徳川の軽減のおかげで問題なく耐えれるはず。こいつ行動長いけど耐えれるはず、耐えれるはず。はい、こんな感じで耐えることができます。でセレス打ってあげてからロザリン打ちます。これ無効感で削りきれんのかな。でもこの HP だとちょっと怪しいんで、まあ、1ターン待ちますか。とりあえず1ターン待ってあげて、その後ぶっ倒していきましょう。とりあえず1ターン待ちます。 OK、 じゃあ1ターン待ったんでここでホルス打ってからロザリン打ちます。ロック解除してあげてぶっ倒していきましょう。無効感組んでいきます。まあ、ここら辺の火力調整はね PDC 使えば確実なんでね、もし絶対に勝ちたい人はね、あの PDC ってアプリダウンロードしてダメージ計算してねやってみてください。ただまあそんな気にしなくていいと思います。正直なかなか発狂も食らわないんでね、ちゃんとダメージ調整すればある程度様子見ながら殴ってあげてね、火の2コンボだったらね 5%10% ぐらいしか削れないんで、まあそれ踏まえながらこんな感じでまず倒してください。続きまして2周目ですね。ゼロって何個あるかな、盤面に。少なそうだね。10個なんで、11個か。惜しいな。
とりあえずこんな感じでコンボしていきます。あれワンチャンこれ12個あった今。いや多分それがね火じゃないはず。いや12個あったやまあいいや、とりあえずこれで削っていきましょう。22コンボしてるけど徳川とかホルスのカレコは入るんで OK。 こんな感じで少しは削れます。で次無効貫組みたいですね、さすがに。ここは無効貫通組みたいんでロザリン打ってあげて、持ちこなしは全然大丈夫。ロザリンは21億無効貫組んであげれば軽々と出るので、いや多分出るよね、出るはず。火の2セットでもいけると思うんだけどどうだろうか。はい、火の無効貫を含みながら火の2コンボしてあげて、かつ落ち込んなしとはいえども15コンボ。そうですね、21億出ますね。さあこれロザリンの火力でまずしっかりと削っていきます。今日火消す多いな。さあということで、ね、しっかりと耐久してあげてこれでぶん殴っていきましょう。火も盤面に11個あるんで、まあ、生成含めたら火の無効貫と3セット組めるのかな。はい、なのでちゃんとここホルス打ってあげて空のロザリン打ちます。でしっかりと無効貫で削っていきましょう。いきます。さあまず無効貫組んであげて、あとは火の分割ですね。ちゃんと火の2セット組めるように分割してあげて、かつエルジョも含んでホルスの火力も少し上げて、さあこんな感じですね。これで火の無効貫含むエルジョ含みながら14コンボ、15コンボ、16コンボ、17コンボ、18コンボ、19コンボ、20コンボ、21コンボ。さあ、これでしっかり無効貫でぶっ倒していきます。ということで、今回は編成難易度低めロザリン編成で裏マローでした。この編成難易度でもね、裏マローボッコボコにできるんで、まあ、もしね、ロザリンパーティーでサブもやってる人は、こういうパーティーもあるということで、参考にしてみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。